中想和調子が普通の育成を応援ログインボーナス、さあキララ、ラジオ放送日の、夏を従う渚をキララキャンペーン、さらに111話公開トライア夏の一幕ということで、さーて レベルアップしましょう。トレーニングです。さ、今週は何やりましょうかね。どうですか？いい感じよ。よし、頑張ってくぞ。またいつもの集会です。ピーチバレーのこと最初勧めてくれたのはお母さんなんだ。ちょっと困っててさ、助けるサンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。なんでしょうね。アルケミストクエスト ×20 ですか。一晴れや夏の一幕見てみましょう。ミニイベントですね。だから短期間のイベントってことです。本日19日です。全5話。お、しかもメインクエストも半分ですね。続きやってもいいかもしれないですね。竜宮パレス乙姫。まったく。そのあるわけないじゃないですか。待ってください。あ、これで短いんですね、一つの話は。お、なんだこれ、急に収集クエストが解放されたぞ。もう一つ試合用クエスト、海の遊び方、これもなんかやると解放されるかも。カオ先生、ねえねえ。はい。あれ？瞬間見てみましょう。今夜はお月様が綺麗ですね。さあ、10回召喚が11回無料になります。これを開けます。やらなきゃ損です。開きますよ。さあ、おっと来るぞ、星号。私も皆さんにゆっくり追いついていきます。何が来る？なんだこれ、夏らしい。
おーっと、一ノ瀬花、かなと呼んでいたが実際は花の特殊カードですね。やさゆい、どんどん行きます。頑張るぞい。さ、その後は星音すら出ないですね。全然ダメです。スタート一ノ瀬花、しかし特殊衣装かな。 すごかったです。次回も頑張ります。まあ、星5一つは星4三つより上回りますからね。水着キャラクターピックアップ召喚もあります。まあ、それは普通の10回召喚やった方がいいですからね。早速トレーニング入れて鍛えましょう。こんばんは。そろそろガンダムくるくるかしら。泊まり込みです。気合い入れていきなさい。一気に強化します。さあ、エトアイア夏の一幕乱戦はクリアしないとありませんと。よって収集クエストをやらねばなりません。あと5日、短いです。短期間勝負。属性はこの炎ですね。さあ、パーティー4ですが、初級なんでいきなり、あ、ダメだ。これ赤じゃないとダメなんだ。赤。そうですね、これでいきましょう。チャレンジです。誰でしょうね。若狭ゆり、行ってみますか。さあ行きましょう。兵は拙速を尊ぶと言います。一発で倒しちゃいましたね。 OK です。これでいつでも準備いいよ。単独攻撃か。倒しました。この辺は簡単にいきますね。
中級行きましょう。そのまま今日強い相手です。レッツヤアップですよね。顔が変わります。これが SNS 映え。まずはウェーブ1クリア。よし、やっ、その油断が命取りになるんですよ。それ、やっ、もう一回。さあ何回もチャレンジだ。スナー攻撃ですね、いいですね。チャンス、もう一回。倒しました。これは紛れもなく私たちの勝利です。まあ収集クエストをどんどんクリアしていくことが大事ですからね。スタミナ回復させて。大空はるか、やっぱりはるかレシーブ行きましょう。こりゃまたきつそうなの。よし、やっ、その油断が命取りになるんですよ。強い。いい流れですね。彼女を出してみましょう。みんなしっかりやろうね。えい。やっ。残り1体チャンスです。その油断が命取りになるんですよ。ゆうちゃん、ひどい。ゆうちゃん、ラブラブ。強い。さあこれで、まあ、1体残ったが当然これが待っている。しかし無知領域ですからね。いつでも準備いいよ。まあ、これ自体も倒してるんですけどね。単体でのあれ強いよな。どんどん行こうぜ。これで上級もクリアです。上級もありますね。上級チャレンジです。紫外線対策完了。行ってきます。皆さん、
機内交代。みんな行くよ。好きだらけですよ。見つけろ。ようやく一泡吹かせてやるんだから。この程度なら行くよ。一体消しました。一旦倒しました。わあ、サソリだ。サソリの毒が回る。無理しないでよ。レッチア。地下攻撃続きます。当然来ます。そこです。そこです。私が助けるね。見くびらないでください。さあ、レベル2上がって一気にダメージを。まずはようやく1体倒した。なんとか。ここで使ってしまうのは正しいのか。この程度なら、この程度なら一丁やります。よし、ベストを尽くしましょう。やだ。お、警戒だ。これで回復。ヒットポイントがまだ足りないのがね。どうですか？たくさん練習した技の威力は。いくよ。やっ。倒しました。結構苦戦しましたね。私たちの勝利です。
これでまず炎属性のではクリアです。今度は土属性なのでこちらを投入してきます。風属性ですね。鈴鹿で青葉登場です。準備はいいですね。行きますよ。皆さん準備はいいですか？さすがにまだですね。ここを使うタイミングではない。盛り上がってきちゃった。さあ宇治抹茶。おいで。はい。花の都水子の宝石よ。タロリーなんて言葉忘れなさい。ディフェンダーショーアップ。さあ、アズニャンにチェンジ。このために練習したんですから。行きます。アズニャン。すごい勢い。1520通常攻撃でこれは強いな。すみません。サンキュー。おかげで助かったぜ。さあ次です。中級行ってみましょう。スタミナはない。ココアです。私もお供させてもらうわね。いっそ気を引き締めなくては。さあ、クゼバシ先生。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょうね。ない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。再びクゼバシ先生。走り抜けましょう。礼儀がなっていません。ちゃんと前を。クズバシ先生、快進撃。さあ、これでアズニャンへ。熱が結構激しいな。中級これでクリアです。さああと上級と超級残すのみです。上級行ってみましょう。メンバーは変えず。鈴風青葉で行きます。準備はいいですね。行きますよ。危ないとすぐ若葉に変わった方がいいですね。足りないようですね。何するんですか。残り1体。
さあ来い。そこです。本気の力見せてやるです。行きます。倒しました。もうちょっとで62ですね。さあ超級行きましょう。超級じゃない、超級でいいです。超級行きましょう。これを上回る勢力はないです。やばければスー、スーカゼアオバを投入します。見過ごせませんね。焦らずに行きましょう。反省が足りないようですね。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。あ、倒しちゃいましたね。油断禁物。あえてですね。おいで。はい。花の都三つ子の宝石よ。カロリーの言葉。ディフェンダーもショーアップ。そこです。止めたいですね。一気に畳みかけたい。リカバリーもつきましたね。ほら。オッケー。盛り上がってきた。行きます。さあ最後です。アスニア攻め合えてます。アスニアレベル10になったぞ。ダメージすごい。倒しましたね。やりました。アスニアレベル上がりましたね。今40か。行きましょう。一丁やりますか。
ないぜ。来ましたね。残り1体。どうだ。いつでも準備いいよ。さあ、青葉。青葉は集団攻撃強い。倒しました。私たちの勝ちです。やりましたね。惜しい。もう一回ですね。上級へ。あ、足りないんだ上級だと。じゃあ中級ですね。彼女をちょっと挑戦してみましょう。それでは行ってまいります。よし、受けて立ってやる。よっと。まず1体確率に倒していきます。よっと。ほら、簡単ですね。ここはでは勝つには行きます。見せてやるです。行きます。ここは簡単に行きますね。よっと。みんなで走り抜けましょう。クゼマス先生もレベル9ですね。ちゃんと前へ行くとしましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。皆さん、さすがです。おー、レベル上がりました。すみません。お願いしたいことが。あー、ありがとうございます。さすがですね。私も20個いただきました。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。ニューエモーションの開きますよ。ちょっとだけお願いしたい。あー、ないですね。トレードショップ行きましょう。こんばんは。ご所望は？
さあ限定交換で当然エトワリア夏を一幕だけ。おメダルしかないんだ。しかも乱戦のあれが2つある。乱戦行くしかないな。となると、他は今のおすすめ。お絆のペンダントがありますよ。これは手に入れた方がいいですね。キツナペンダントとビーチバレーを交換いたします。交渉成立で、そうキツナペンダントはあの星結晶と交換できるんですよね。29とか27か。超進化ですからね。やはり超進化じゃないと。交渉成立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 。そしてこれですよ。桜トリックがゼロなんで、桜トリックのものとこの絆ペンダントを変えます。交渉成立。そして夏を一幕乱戦クエストやってみますか。青か。いや青じゃないですね、赤です。これが今考えられる最強のプレイヤーですかね。大空はるかで行ってみましょう。よし行こう行こう。一丁やりますか。そんなに強くない。おっと、あんまり相性が良くない。こうかな。ミスったかも。無理しないでよ。クリティカル。派手にやっちゃいましょう。よし。まだだ。行くよ。まずはいつでも準備いいよ。これは倒せない。どうだ。まず一体倒した。アイディアが出てこない。気をつけろ。あー倒された。
わあ、ダメージが大きい。よし。よし。負けないで。よーし、やっちゃうよ。回復をさせます。お強い。クリティカル決まっちゃって。うれ、もっともっと先に行くんです。残念、こっちでした。戦略ってやつだよ。あ、だだ、どうだ。 OK です。よし、OK です。さあ、だんだん強くなりますからね。ここへ来て敵が。世界を青葉に与えて。すごいな。来た、チャンス。さあ、ボス戦です。どんな時も頑張るぞい。クリティカル。まず1体倒した。これは強い。うわー、すごい攻撃だ。倒しました。私たちの勝ちです。やりましたね。なかなかあの適度に強い相手ですよね。進化はできない。では限界突破は結構できますね。いろいろな人が。この中で言うとシマリンをアップさせましょう。まずはこれすごいんじゃないか。彼女まだ桜クエトリックで上げます。どうだ、私だって成長するんだ。さあ、限界突破。学校暮らし星結晶か。僧侶の果実へナズナをあげます。わあ、ちょっと
さらに、彼女ですね、カラタを上げます。立ち止まらないよ、私は。はい、というわけでですね、こんばんは。そろそろガンダムくるくるかしら。私はやる。好きな人と一緒なら楽しいも2倍です。ちょっといいですか、おねが。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。いつも会社に泊まってると思われる。はい、あ、ゆい、慶応のゆいが遊びに来たみたいですね。ありがとうございます。さて、今回キララファンタジーはここまでとなります。今回はですね、このエトアリア夏の一幕、遊んでみました。シナリオクエスト、収集クエスト、そして断線クエストですね。こちら何回も回ってみるといいんではないでしょうか。またですね、今の時期10回召喚も行っております。こんばんは、夜もお手伝い頑張ります。いちいち1回無料10回召喚が24日水曜日までありますんで、今がチャンスですよ。まあこれ動画アップするとは終わってしまってるかもしれませんが、あとで夏もキララファンタジア本当ですね、ぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。この動画以上になります。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数1000人を目指しております。今900人超えております。あと100人1000人達成するとですね、収益化のチャンスがあります。ぜひ今後もう言語動画のモチベーションのためにですね、ぜひご登録ご協力よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載していますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。以上、キララファンタジアでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。